肉体的な苦しみ、差別偏見の苦しみは地獄でした。本当に団長の思いをいたしております。夢は叶うものです。今日菅総理との面談が実現したことがその証でございます。被害者患者の皆さんに国を代表して心からお詫びを申し上げます。集団予防接種の際に注射器の使い回しを国が長年放置したことで B 型肝炎ウイルスに感染してしまった方々、全国各地で700人以上が国を訴えています。5年前に最初の裁判の最高裁判決で国の責任が確定、今年1月11日には札幌地裁が和解案を提示しました。その2週間後、 B 型肝炎訴訟における裁判所の所見には前向きに対応し、国民の皆様のご理解を得ながら早期の和解を目指します。今国会の冒頭、総理はこの問題の解決に意欲を示し、合意に向けて協議が進められてきました。そして28日、原告団と和解する基本合意書の調印式の後、総理は原告の方々などおよそ130人と面会し、直接謝罪しました。今後、和解金や検査費用の支払いを含む基本合意書の内容を誠実に実施をしていくことをお約束を申し上げます。本当は被害を放置した方からの謝罪を聞きたいと思っています。無理難題を承知でのお願いです。菅総理からのトップダウンで B 型肝炎を治せる病気にという指示をして、治療研究に注力していただきたいのです。これまで以上に力を入れて、そのウイルスをなくすること、あるいは発症を抑えること、その研究に力を入れると、このことはお約束をさせていただきます。菅総理に期待してよろしいでしょうか。具体的な保障、厚生労働省はその対象となる方をおよそ40万人、今後30年間の保障総額を最大 3.2 兆円と推計します。この財源の確保も大きな課題です。増税になったのは B 型肝炎患者のせいだというような目で見られないよう、国のご配慮何卒よろしくお願いいたします。この日、原告を支援する学生グループオレンジサポートが総理に送ったカレンダー、そこには総理の謝罪の日となった6月28日に印が。しかし、この日で苦しみが終わるわけではありません。私が死んだ後でも子どもたちの被害は続くのです。娘は子どもを産むために命の危険を冒して薬の服用を先延ばししてきました。親子の人生を変えてしまった被害の根深さを忘れないでください。本日の基本合意はこの問題解決のスタートラインである、このように私自身認識をいたしております。よろしくお願いします。